79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Wednesday. 皆さん、こんばんは。本日1月30日水曜日のハロードライブハロードラは、今叫びたい言葉は目しょぼしょぼするな中島さんと今叫びたいことは静電気怖いなモーニング娘。ワンナイン小田さくらと、今一番叫びたい一言は髪切りたいなモーニング娘。ワンナイン羽賀あかねの3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、さて今日の自己紹介は小橋ひかるさん、ピンククレスの小橋ひかるさんからいただいた今一番叫びたい言葉一言というお題でしたけれども、はいはい、あ、私目しょぼしょぼする、なんか、はい、なんかさ、はい、昨日の夜らへんからすごいドライアイでさ、なんで昨日の夜からですか急に昨日の夜らへんからなんか、はい、私コンタクトなんだけど、はい、で基本コンタクトで過ごしちゃうのね、目に悪いんだけど、はい、わかります。でなんか普通にこうやって会話とかしてたらなんか急にさ、はい、コンタクトが取れそうになっててグッてなるやつ、なんか目が固くなるみたいなやつですよね。そうそうそう、あれと思ってめっちゃドライアイだと思って、でも今もなんか目しょぼしょぼするからちょっと目薬買おうかなってこの後薬局で、はい、乾燥してんですかね。乾燥してるよ、ほんと乾燥注意報だわ。コンタクト大変、大変、なんか目薬私も1ヶ月前ぐらいに切れちゃって買わなきゃ買わなきゃと思って1ヶ月経ちました、はい、じゃあいらないんじゃないかな。そうかもしれない。頑張ってそういう時は、うん、あくびしてそれで涙を出して目を潤してるんですけど、わかる、自力だね、はい、自力で頑張ってます。私裸眼なんでまだいいな、一生裸眼を掲げてるんです最近。いやいや、いいと思う、健康第一だよ本当に、はい、コンタクトは大変本当ですよ、はい、私叫びたいことは静電気怖いんです。私めちゃくちゃ帯電体質で、おあのめちゃくちゃ電気貯めるよね、私。貯めますね。めちゃくちゃ体に貯めちゃうんですよ。よくないじゃないですか、うん、本当にちょっとした金属を触るのにもう長いと1分ちょいかかるみたいな、そのドアを開けたいだけで、その来る来ない来る来る来ないみたいなのを1分すごい1分くらいやっちゃうんで、あとメイクさんとかに、そう冬の撮影何人のメイクさんが犠牲者になったことか、うん、パチッとね、そうです、私は直します、会いたいみたいな、私もその都度顔からこう電気放ってるんでもう嫌です。どう違うんだろうね、なんでですか、いつか10万ボルト出せそうですけどね。そうだね、いや10万ボルト出したら私の目が危険かな。焦げちゃう、うん、でもあと最近はちゃん、あかねちんがクリスマスプレゼントに、はい、プレゼントに、うん、あのエレガードって静電気防止スプレーをくれて、はいはいはい、あれを貼ってるとやっぱ全然違うので、はい、あ、そうなんだ、あれをもうバッグに1個入れて今、あ、素晴らしい、あれ1人じゃないですか、ブレスレットみたいなやつ、静電気防止ブレスレットあるあるありますよね、うん、ブレスレットは好きじゃない、じゃあ誕生日にあげますね。つけなさいって意味ですね。はい、はい、私は、はい、何でしたっけ、髪切りたい、髪切りたい、そう、私めっちゃ長い、そう、すごい伸びたんですよ、うん、最後にバンって切ったのが2017年の6月、7月で、うん、7月で、で、その時に切りすぎたんです、もうマジでショートぐらいになっちゃってから、ね、伸ばそうと思って伸ばしてここまで来たんですけど、ロングは落ち着かないんですよねやっぱり、だからもうちょっとなんだろう、今結構メンバーがボブかロングかが結構多くて、なんか割と小田さんぐらいのミディアムっぽい方がいないね、あんまね、佐藤さんとかぐらいしかいらっしゃらないので、切ってもいいのかなとか思ってるんですけど、うんうんうん、でもまだもうちょっと待ってみよう、続けてます今ずっと、なるほどね、ずっともうちょっと待とう、もうちょっと待とうって言ってここまでロングになりました、うん、アレンジできるからね、なんかそうですね、そろそろちょっと切りたいなって思ってます、うん、あ、いいんじゃないですか、はい、ね、そんな感じです、はい、ということで、水曜日はこんなメンバーでお送りしていきます、30分間最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、ふつおたがかり、イエイ、このコーナーはその名の通りリスナーの皆さんからいただいた質問やちょっとこれ聞いてなど普通のお便りを紹介していきます。はい、まずはこちらからです。ラジオネーム、おいなめたけさんからです。ありがとうございます。ナッキーねちん、ピンチヒッター小田ちゃん、こんばんは。こんばんは。小田ちゃんに聞きたいことがあります。ブログにメンバーのツーショット写真をアップしてますが、うん、
ファンの間でカイリーとのツーショットの写りが本当の彼氏彼女みたいと話題になっていて、うん、特に指輪と一緒に撮ったツーショットはネット上で本当にゴールインしそうと話題になりました。小田ちゃんに質問です。カイリーとのツーショットは彼氏彼女風に撮ると決めているのでしょうか、とのことです。いや決めてるわけないじゃないですか。あら、でも私逆に、はい、逆にというかむしろ誰と撮っても言われますこれ。あ、本当ですか。お、女の子になっちゃうの。なんかあの自分のもの感すごいって、うん、この人自分の私のものだから感がすごい出るんですって、私一瞬撮られたりして。けどもうしこ顔かな。顔かな。その写真見たいな。いや指輪は、うん、メキシコに行った時にたまたまお土産屋さんで一緒に回ったのがカエディだったんですよ。うん、お土産屋さんでもらったの？あ、お土産屋さん回って、そう、2人で回ってて、うんうん、それで可愛い指輪がめちゃくちゃあったじゃないですか、ね、だからこんだけあるから買おうって言って、うん、バラバラの指輪ですよ。しかもお揃いだけじゃなくて全然違うものを買って、うん、それでなんかカエディがいやどうして撮ったんだ、買ったんだから写真撮りましょうよみたいな感じで、うんうん、パッて撮ったやつにそんな風に言われたんですよね。知らない間にめっちゃみんな指輪買ってましたもんね。買ってたね。私の知らないとこでもすごい指輪買って、アクセサリーみんな買ってたよね。みんな買ってました。発見ありました。これですか。それです。あ、そうです、そうです。確かに彼氏彼女、え、これちょっとカカちゃんイケメンじゃないの。もカエディもねかっこいいんですよね。うん、え、めっちゃイケメン。でもカエディってやっぱりそのかっこいい系女子じゃないですか、うんうん、だからファンの方もカイディと仲いい子をそういう目で見がちなんですよ。そう、なんか見たがりますよね。そうやって見たいんだよね。見たがります。だから自分は例えばカイディが椿ファクトリーの山岸リコちゃんとかと仲がいいんですけど、うんうん、いやカイディにはリコイコでしょっていう人から見たら、うん、はんはん、この写真はいや小田ちゃん何この自分のものかみたいな。あ、なるほどね。っていうこともいるし、横やんの方もいますよね。そう、横やんのだから13期は最高みたいな方もいるし。だからそう、仕方の私もね、うん、普通に撮っただけなんですよ。面白い。え、でも、うん、かがちゃんイケメンだな。そうなんですよね。だから、それ感が出るんでしょうね。逆そうだね。うん、なおさらなんかかがちゃんもさ、なんかちょっとなんていうの、ちょっと控えめな感じで決めてくるじゃん顔。それがちょっとさ、うん、はい、彼氏っぽいんだよな、うん、そうですよ。これはね、私のせいじゃないです。いや、どうなんですかね。決めてはない。いや、決めてたらなんか。プロ風に撮ろうと決めて撮ってるわけはない。そうですよね。逆に決めて撮ってみて。今度決めて撮ってみて。カップルっぽく撮ってみよう。撮ってみましたみたいな。カイディ乗ってくれるかな。でもやってみます。乗ってくれるんじゃないですか。楽しそう、その曲。乗ってみます。では続きまして、こちらラジオネーム大型尾形さんからいただきました。ありがとうございます。ナッキーアカネチン、そしてさくらちゃん、こんばんはちん。こんばんはちん。1月3日秘密の県民賞の超田舎県民スペシャルにアカネチンが牧野マリアちゃんと共に出演、本当におめでとうございます、うん、ありがとうございます。いかにも緊張していた様子でしたが、喋、うん、る機会も結構ありましたし、はい、何より魔法の国の下りの時の2人のアイドルの仕草がめちゃくちゃ可愛かったです。収録時の裏話やまだまだ話し足りない田舎トークがあればぜひ聞かせてほしいです、うん、そうですね。なんか外、まあ、なんか魔法の国とか、なんかアイドルだから秘密とか言ったんですけど、うん、なんだそのものの言い方は。なんか何が始まる、うん、そう、なんか普通にこうなんだろう、まあ私出身地を長野県までしか公開してないので、うんうん、そうやって言ったんですけど、あのあんなにアイドルらしい発言をしたのはあれが初めてです。あ、秘密とか魔法の国から来たんでみたいなのを、うん、どっちかっていうとそれはマリアのキャラじゃないですか。ただもうマリアは言ってるもんね、西尾氏。なんて言えばいいか分かんなくて、とりあえず出たのが魔法の国だったんですよ。アイドルだね。そう、とりあえず出しとうと、なんか言おうと思って言った言葉が魔法の国で、うん、まあ後々考えたらなんか自由の国とか言っとけばよかったのかなみたいな。そう、いやでも正解だって。それで本当ですか、広がったんでしょ。そうですね、結構なんか魔法の国って言ってるみたいな感じ で、うんうん、で私その後に長野に帰ったんですけど、地元に帰ったんですけど、うん、地元の方から見たよとか言って、ここ魔法の国になったねみたいなこと言われてバカにしてるでしょとか思ったんですけど、そう、うん、とっさに出た言葉があれでした。いや、アイドルなんだよ根本が。そうですね、やっぱ根っからのアイドルだから。だから、いや、待って、いやごめん、ハロドラにしなくていいわ。いや、そうだよ。そうですよね。そうだよ。普通の私、うん、結構そんなにめっちゃアイドルってわけではないから。でも結構その日ハロコンだったんですけど、ハロコン終わってすぐスタッフさんのお部屋に行ったら、スタッフさんがテレビつけて見てくださってて、うんうんうん、
ああ見てくださってるんだ、嬉しいよね、嬉しいね、それはね、はい、いや頑張ったよ本当二人で、ありがとうございました、お母さんはい、続いてはこちらです。ラジオネーム小鳥りさこさんです。ありがとうございます。なっきんあかねちんさくらちゃん、こんばんは。こんばんは。私は年末年始帰省していたのですが、実家をもうすぐ建て替えるためみんなで大片付けをしました、うん、その時に小さい時に遊んでいた懐かしいおもちゃがたくさん出てきました。親戚に小さい子供がいるわけでもないのでほとんど捨ててしまったのですが、お姉ちゃんや家族みんなで遊んだ思い出がたくさんあるなと懐かしくなりました、うん、ここで質問です。皆さんが小さい頃に遊んだおもちゃにはどんなものがありますか？懐かしいお話などありましたらぜひ聞きたいです、ちなみに2人姉妹の我が家にはシルバニアやリカちゃん人形やトトカハム太郎ハウス、うん、グラグラゲーム、ドンジャラなどがありました。いやめっちゃいろいろあるじゃん、うん、ドンジャラってなんだ、わかんないです。ドンジャラ、あれドンジャラ、わかんないな、マージャラドンジャラってあってます、ドンジャラ、ドンジャラ。私ぬいぐるみとかは持ってなくて、うん、なんか自分がだだこねてねだらなかったのか、それともあのめっちゃだだこねてたけどママにダメって言われたのか覚えてないんですけど、うん、でも私一匹めっちゃ大事なクマがあってそのクマはお正月に軽井沢のアウトレットに行った時に見つけたクマ で、うん、でママに何か一つ買ってあげるよって言われた時に、うん、このぬいぐるみめっちゃ欲しいって思ったけど、うん、絶対ママ買ってくれないだろうなと思って、うんうん、ぬいぐるみかもう一つ仕方なくクッションっていう選択肢にして、うん、このクッションかこれのぬいぐるみがいいって言ったら、うん、このぬいぐるみ可愛いじゃんって言って買ってくれたんですよ、それが本当になんか初ぬいぐるみぐらい自分でダダをこねて買ってもらった記憶がなくて、でも唯一こう覚えてるおもちゃはポッポちゃんってわかりますか？わかるよ、キリンのポッポちゃん。キリン？キリン？え、ポポちゃん人形じゃない？それじゃなく、それはポポ、それは妹が持ってたんですけど、ポッポちゃん、ポッポちゃん、キリンのポッポちゃん、パクポッポちゃんってやつ、お名前はってやつ、え、僕、あ、あ、パクポッポちゃん、お名前はってやつなんですけど、うん、それがめっちゃ好きって、わかんない、え、これ、あ、それです、それです。え、なんかなんか思ってたよりなんかプラスチック製のね、そうなんです、ね、キリンのなんか車みたいなやつ、そうなんです、で、両サイ、両サイドだよね、反対側のサイドに6個ボタンがついてて、それを押すとパクパッパちゃんって言ってお名前はって言ったりとか、音楽流れたりとかするんですけど、でそれで音楽流れてる時はこう小窓みたいなとこにある中にあるポンポンがパチパチって跳ねたりとか、耳だとかどっかが光ったりする、知らない、そういうおもちゃ持ってて、でも最後の方は電池切れちゃって、悲しい、もう声がすごい声になりました、バクバッパちゃん、あーポポちゃん怖いよ、怖いよすごい怖くなる、私なんだろうな、私お母さんがウルトラマンの怪獣が好きで、ママ怪獣とか、あとゴジラとかが好き、そうそう、が好きで、ゴジラのフィギュアと、フィギュアっていうか結構割と30センチくらいでかいな、そうゴジラと遊んでたのを覚えてます。あ、そう、あとなんかそのウルトラマンのなんか喋る携帯電話みたいな、なんか携帯電話型でなんかボタンを押すと、シャーシュンハッとか、あ、でもお兄ちゃんがいるんだもんね、お兄ちゃんいます、お兄ちゃんいます、そういうのやってて、ちっちゃい頃それを何なんだか分からずにそのボタンを押してハッって言ってビクッって私がしたっていう話をよくお母さんから聞いて、うん、ちっちゃい頃エピソードしてたって聞きます。欲しいものあっても多分ママがダメって言うからって自分の中で抑えてたんだと思います。あ、そう、お姉ちゃんだもんね、お姉ちゃんは我慢するんだな、うん、私さおばあちゃん子だったからさ、はい、おもちゃとかあおままごとは好きだったけど、うん、どちらかというとお手玉とかおはじきが好きだった、はい、素敵、でもおはじきとか好きだった、おはじきマジでめっちゃ楽しかった、面白いですよね、あとオセロとか好きだったな、オセロ、うんうん、好き、将棋も好きだ、将棋やったことない、本当ですか、うん、将棋好きでした、将棋崩しみたいな、何崩し、将棋をこう出して箱からひっくり返してで一個ずつ抜いていくゲームやりませんでした、それじゃな、それジェンガみたいな感じで、いや、まあそうです、抜いていって音が鳴ったらおしまい、うわー楽しそう、それ一個ずつこうそう
そうって、あめっちゃ面白いですよ。超集中力使いますね。使います。なんか昔の話するとさ、話したいこといっぱい思い出が出てきて、はい、今やっても楽しいんでしょうね、なんだかんだで。絶対楽しいよ、うん。心は変わってないですもん、なんか。ね、心変わんないまま成長しちゃってるから。うん、でも、まあ、おままごととかはどうやってやるのかもはや分かんないですけど。そうそうだね。確かに、ね。それは今は恥ずかしい。その辺はね、やってみたい、もう一回。ねいいね、はい、ということで、はい、ここでは皆さんからの質問や応援メールなど普通のメッセージなどもお待ちしております。はい、宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。ここからは水曜日限定コーナー、本日はハロドラ似顔絵展覧会。イエイ。このコーナーは出題者が言葉だけで芸能人を的確に表現するので、それを回答者の2人が似顔絵を描いて誰かを当てるというもの。ただしその人のモノマネなどは NG です。あくまでも外見の特徴を伝えます。毎回ここで描いた似顔絵はブログで公開してますので、ぜひチェックしてください。では今回の出題者はあかねちんです。はい、私が言葉だけで有名人を伝えるので、中島さんと小田さんはその人物の似顔絵を描いてもらいます。はい、おいというわけで、じゃあ、すごい楽しい、これ初参加、小田ちゃ ん、 うん、はい、じゃあいきます。はい、まず輪郭は、はい、割と顔はおもなが、おもながですかね。そうですね、そんな、あ、でもそめっちゃめっちゃ長いわけではなくて、で、顎も出てるとかじゃなくて普通に丸い感じです。はい、うん、で、髪の毛はくるくるです。くるくるを、くるくるのショート、ちょっとくせっけ、テンパまではいかないんですけど、え、アフロとかじゃなくて、じゃなくて普通にセットしてあるんですけど。前髪ある？うん、ある時、ないです。え、ちょっと多分本当にくせっけなのかな。無理やり大仏みたいな、無理やりやってるわけではないと思います。ほぼ全部そうなんで、多分ちょっとした癖っ気です、はい、目は結構まぶたが大きめです。なんかまぶたの上にこう、なんですか、シワがある感じで、眉毛の下のところに。あー、彫りが深いんだね。そうですね。待って、分かったかも。あ、違うな、テンパじゃないな。ちょっと分かんないよ、全然。ちょっとひげがお生えになられています。鼻の下だけ？鼻の下だけです。どういう表情してるのが印象的？にっこり笑ってる顔がよく。いや、キメ顔の印象は強いです。キメ顔？キメ顔、そんなキラーみたいなわけじゃないんですけど。職業を知りたい、職業、なんだろう。見た目だけだからね。わかんないな。ちょっと待って、ちょっと予想外に。え、これ似てる？似てないよね。あー、私は？どっちかって言ったら中島さん。わかんないよ。ちょっと待ってな。あ、これ以上伝えられることがない。待って、全然わかんない。でも、いあ、私の友達に似てる人がいるぐらいしかもう伝えることがないです。難しいね。オッケー、もうわかんないからちょっと適当にいきますわ。はい、ぜひ名前書いてみてください。楽しみだ。いや、もう本当は分からんけど。じゃあちょっと似てなかった小野さんから言ってみましょう。私はディーン・フジオカさん。あー、ディーン・フジオカさん。違います。違うか。じゃあ中島さん、お願いします。宝淳二さん。違います。何？全然分かんないよ。誰気になる。答えは、はい、答えは、うん、大泉洋さんです。ね、ねえ、大泉洋さんは笑ってるイメージだってば。私あんまり笑ってるイメージないです、ね、笑ってるイメージだよ。笑ってるイメージあるね。本当ですか？おお、グリンチの声やられてます。あ、グリンチ、あの映画だっけ。そうです、アニメの映画みたいな。難しいの。いや、ちょっと難しかったな。大丈夫です、あの次の方は絶対わかるんで。あ、本当？絶対わかるんで。あとは後味よくよろしく頼むね。絶対わかりますよ。わかった、わかった。プレッシャーが、マジで絶対分かる自信あります、これは。じゃあ行きまーす。頑張る。輪郭は、まあ、普通にあのベース型ですね。ベース、はい、ベースです。で、おでこを出していて、おでこ出してるっていうか伸ばして分けていて、前髪、うん、で、ツインテールをしていることが多いです。前髪長くてツインテールしてるの？はい、前髪長くて、そのもう前髪もツインテールにしまい込んでいて。あ、私も分かった。
わかりました。もう分かった。前髪の分け目どっち？右です。目は細身です。え、ツインテールってさ、はい、上下？耳の下ぐらいです。え、誰？え、誰？耳の下ぐらいで、そして眉毛はめちゃくちゃ太いです。分かった分かった。結構しかも似てるかもしれない。似てます似てます。よし、来たぞ、はい、私もできた。どうでしょう、書けましたか？これは完璧。もう一斉ので言っちゃっても OK なぐらい。本当ですか？じゃあ小田さん、お名前を、うん、はい、じゃあいきます。せーの、妹さ ん大正解です。似てる2人とも。ちょっと最初前髪長くてツインテールっていうので安室奈美恵さんかと思った。あーなるほど。ちょっと安室ちゃんヘアみたいにしちゃったけど、はい、うん、下そう、耳の下って言ってなかったですもんね。でも安室ちゃん憧れてるもんね、妹さんね。無理くりそう、無理やり。いやでもでも、いやこれスッキリですわ。スッキリしました。分かると楽しいね。そうなんですよ、ね、これ、うん、ありがとうございました。面白い。最初大泉洋さん難しかったな。難しいね。難しかったね。やっぱさ、役者さんだとさ、はい、変わっちゃうもんね、結構印象が。そうなんですよね。いやー、すごい。小田ちゃん初参加。いや、楽しかったです。いやー、よかったですわ。あ、ガーンってめっちゃ続けちゃった。楽しすぎて。はい、ということで、この絵は今回もブログに公開しますので、皆さん番組ブログもチェックしてください。はい、皆さんがコーナーに参加して描いた芸能人もツイッター、ハッシュタグ、ハロドラでツイートしてくれると嬉しいです。以上、似顔絵展覧会でした。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。今回のハロドラはどうでしたか？すっきりすっきりじゃあこれかけたら嬉しい。そう、1問目はそう割と難しくて、もう大丈夫かなと思ったんですけど、うんうんうん、よかったです。2問目が妹さんで。そうだね。いやすごい、でもそれだけで分かる妹さんもすごいよね。そうですね。ここまで自分を出した妹さんも、はい、うん、すごい。いやでもかけてほんとすっきりしました。小田さんが結構絵がお上手。ほんと？なんか本当になんだろう、いやこのノートに結構私たちの絵も描かれてるんですけど、うん、結構ひどいですよ。あ、結構ひどいね。ひどいですよ。結構ひどいね。見てくださいこの小島よしおさん。へぇーなんか結構アニメっぽい感じの描き、うんうん、かわいい手の加え方だから、うん、すごくお上手です。あ、よかった。私ちょっと自分の絵に自信なかったけど、うん、ハロドラの中では自信を持つことにします、はい、私に比べたら全然なんです。あ、私に比べたら自信を持ったんです。なんか乗っちゃうから恥ずかしいんだよね。そうなんですよね。そうなんです。乗せられちゃうから、もう今回も乗りますんでチェックお願いします。はい、では、この番組ではですね、ツイッターで番組に関するツイートもお待ちしております。はい、ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえれば私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。さてここでモーニング娘。ワンナインからのお知らせです。はい、私たちは現在ハロープロジェクト20th Anniversary ハロープロジェクト2019 Winter U&I New Age で全国を回っています。はい、3月2日3日には岐阜県の長良川国際会議場に行きますので皆さん来てください。そして春ツアーも決まっています。はい、愛知県は5月4日日本特殊東京市民会館です。こちらもよろしくお願いします。はい、そして今モーニング娘。ワンナインは新メンバーを募集しています。はい、モーニング娘。ワンナインラブオーディション、小学5年生から高校2年生までの日本在住の女性であればどなたでも応募できます。うん、応募期間は2月15日までなので、はい、モーニング娘。が大好きな方、歌やダンスが大好きな方、ぜひぜひご応募お待ちしています。さらに3月13日にはベストアルバムのリリースも決定しています。ベストモーニング娘。20th Anniversary、 こちらもチェックよろしくお願いします。では、私と中島さきからもお知らせです。舞台悪魔と天使に出演中です。こちらはですね、1月の30日までカート神奈川芸術劇場、そしてその後ですね、2月9日から大阪梅田芸術劇場メインホール、そして3月1日には愛知みその座にも行きます。よかったらぜひ遊びに来てください。そしてですね、3月の23日から3月の29日までしましまシアターまたやります。こちらは東京丸の内コットンクラブ。その後ですね、4月12日に愛知、4月20日
20日と21日に大阪に行きますので、よかったらぜひ遊びに来てください。ということで明日も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブ、ハロドラ水曜日、ここまでは中島咲希とモーニング娘。ワンナイン小田さくらと羽賀あかねの3人でお送りしました。それでは皆さん、また来週。